おはようございます。ディーグレイマン奏者の資格パートナー1回目でございます。プレイスタートボタン、ニューゲーム、ロードゲーム。ちなみにロードとか、まあ、やったことはないんで、ないでしょうが、はい、ニューゲーム行かせていただきます。ストーリー、ディーグレイマンの漫画のと原作か忠実に進むんやろうか、それともちょっとまたオリジナル入っていくのかな。19世紀末、悪性兵器悪魔を使い、世界の終焉の目論む千年発射ノアの一部、そして悪魔を破壊することのできる唯一の力、神の結晶イノセンスに選ばれた存在エクソシスト。長きにわたる両者の戦いはより激しさを増している。そんな中、ハートと呼ばれる特別なイノセンスは千年伯爵に狙われていることを知ったエクソシスト側は、彼らの中でも特に力のある元帥と呼ばれる者たちのもとへ各地のエクソシストを集結させることに。セリフがあるんやけど、 BGM がでかいな。エクソシストの少年アレン・ウォーカーは元帥の一人で自分の死でもあるクロス・マリアンを護衛するため、同じエクソシストである仲間たちと共に中国へと渡る。だが当のクロス本人はすでに中国を離れ江戸へと向かって旅立ってしまう。それを知ったアレン・ウォーは彼を追うべく日本へ向かうことを決意。あれ、中国は行かずしてみたいな感じ。プレイする間もなく、突如悪魔の大軍が中国へと襲来する。仲間と共に奮戦するアレン。仲間と共に奮戦するアレン。その戦闘のさらにアレンはノアの一族を、敵ミックと出会う。できるなら BGM をちょっと下げて、声を上げると。僕にもっと力が、僕にもっと力が。こういう勇敢なやつは死ぬまでにほんのちょっぴり時間を与えてやるといい。こういう勇敢なやつは死ぬまでにほんのちょっぴり時間を与えてやるといい。もっと力があれば、すぐに心臓から血があふれ出す。恐怖にもだえながら死んでいくんだ。フルボイスやないの。うん、良い夢を、少年。ちょっとフルボイスじゃなかった時のために声を準備しとこう。なんかフルボイスな気がするけどね。なんかちらっと書いてあったような気もする。ここは、ここは、ここは黒の教団のアジア支部。僕は支部長のパクだ。パク、黒の教団のアジア支部。黒の教団のアジア支部、ちょっと無理やな。君の心臓には致命傷とも言うべき穴がある。それなのに、それなのに、なぜ、どうして。僕は生きている。どうやらイノセンスが君の心臓を再生させた。今まで何人かの規制が関わってきたが、こんな例は初めて。行かなくちゃ、行かなくちゃ、行かなくちゃ。どこに行くというんだ。生きているとはいえ君は重傷なんだぞ。やり腕だって。でも行かないといけないんだ。この瞬間にも仲間たちは悪魔と戦ってるんです。僕一人だけこんなところにいるわけには。ディー・グレイマン、声優俺じゃなくてよかったなっていうぐらいのいい声してるんだ。二度と死の恐怖を味わいたくなければ今はゆっくり休んで、今はゆっくり休んでくれ。でも、でも、で
でも。これは命令だ。ここにいる以上、僕の指示に従って。これは命令だ。ここにいる以上、僕の指示に従ってもらう。アドベンチャーパートについて、会話を調べる移動ステータスシステム。会話は話しかける相手を選んで会話することができます。会話を行うことで新たなイベントが発生し、ゲームを進行することができます。その場所にあるものを調べるコマンド、それが調べる。調べることにより新たなイベントが発生することもあります。ステータス、移動、OK。スタートボタンを押すと終了します。OK です。じゃあ、ここから。まずは調べる。ベッド。僕は一体どのくらい眠っていたんだろう。みんな無事だろうか。左腕が泣き。なんか復活するんだっけ。違うな。移動だね。移動だね。修練場、封印の扉の間。なんだろう、この扉。その扉は押してもあかんぞ。引け。押すのではない、引くのだ。その扉の中には守りがいる。僕の曽祖父が中から封印してる。ここに用があるのかい。別に、ただなんとなく歩いてきただけです。なんとなく歩いてたら大きな扉があったんで、ただそれだけです。君、ここの事務員にならない？お、イノセンスをなくした君はもうエクソシストだ。そう、左上についてたな、確か。これからはサポートする側に回るんだ。サポート。エクソシスト以外にも黒の教団にはたくさんの役職がある。そうすれば神も君を咎めたりしない。僕には何もできない。それもいいのかもしれませんね。僕にはもう何もできない。いや、そうですね、それもいいのかもしれません。あら、どのパターンでもボイスついてんのか。ウォーカー。イノセンスを失った僕にはもう悪魔を破壊することはできない。それでもみんなのために、悪魔と戦い続ける仲間たちのためにできることがあるのならば。仲間が大切なのだ。仲間が大切なのだな。はい。はい。はい。わかったよ、アレン・ウォーカー。単刀直入に言う。君のイノセンスはまだ死んでいない。まだ死んでいない。BGM。ありがとうございます。BGM 急にいいか、なんかこう楽しそうな感じ。あー、見つけたぞてめえ。あれ、こんな人おったっけ。何勝手に病室抜け出してやがる。痛い。だいたいてめえ起きたんならまず私に挨拶だろ。私がお前を竹林からここまで運んでやったんだからな。おお。え？おお。それにずっとつきっきりで看病してたのも私なんだぞ。おー、 D グレイマンのあれかな、ヒロイン的な。全然覚えてないよね、 D グレイマン見てたんやけどね。こんな覚えてんことあんのかなってぐらい覚えてへんね。フォーです。
フォーです。彼女はこのアジア支部のバンニーです。ボン、ありがとう。私はバク様の補佐役のウォンでございます。違うな、多分オリジナル。ありがとうございます。あれ、皆さん僕を助けてくれて。記憶が。僕は先に行く。準備ができたら修練場に来てくる。わかりました。はい。すぐに向かいます。けど、ここいろんな部屋があるんですね。迷わねえに、迷わねえように。ここは先人たちが作った巨大な隠れ聖堂だ。総面積は本部よりもあるんだぜ。迷わないように気をつけろよ。昔2週間迷子になって餓死しかけたやつとかいるから。僕結構迷子になりやすいんですけど。じゃあ気をつけな、坊や。お前ムカつくから迷っても助けてやんない。はい、まあそんな感じで、なんか物語はいい方向に進んでいってるような、いっていないような。誰かと会話できちゃって会話しておきますか。楽しみましょう会話を。本当に広いで、これでもまだまだ、これでもまだまだ拡大中なんだ。これ以上広くなったら本当に迷子になってしまう。何回かこう話しかけることで関係性がみたいなのもあるのかもしれんね。傷は痛みますかな。傷は痛みますかな。少し。あまり無理をなさらぬよ。はい、気をつけます。ありがとうございます。いや覚えてないな。でシステムちょっと音量を BGM の音量をちょっと下げて、早いでも感じ。振動オフでいいかな。こう膝の上に置いてるから、その股間がプロロってなるっていう。失礼しました。さあそんなことはどうでもよくて、修練場行きますか。まあ、行ってみましょう。やってまいりました修練場。ここで待ち受けるのは一体。準備はよろしいですかな、合格。はい。ちょっとバクのやつ黙ってる。さっさと入ろうぜ。声のこう質というかね、まあ、高低も高い低いもそうだけど、質がちょっと俺濁ってるよね声が。やっとご登場だな。うん、この霧はちょっとあの君の左腕だって寄ってるよね。あの進撃の巨人の人、これが通常粒子になるまで破壊されたイノセンスは消滅するんだろうね。どうして僕のイノセンスだけ。どうして。確かに君は特別なのかもしれない。もうディグレイマー俺知らんって言って手で行こうね。ですか、うん、ちょっと記憶が怪しいんで、もう初めて見ますっていう感じで。もしかしたら君は神に愛された存在なのかもしれない。誰だっけ、スーパーマーケットじゃなくて高崎マーケットじゃなくて誰だっけな、神に愛された存在みたいな笑い芸人の人。今からこの散乱高崎マーケット対悪魔武器、藤崎マーケット違う、一人の人。そう、誰だったっけ、藤崎マーケット二人ね。マクシ部長、なんだ仕事はどうした。なんだ仕事どうした。ちょっと見学させてください。ちょっと見学させてください。ああ、はじめまして。はじめまして。違うな。ストライク。はい、私科学班見習いのローパです。
よろしくお願いします。どんどんキャラクターが増えていく。覚えられない覚えられない中どんどん増えていくのかな。さあ始めよう、アレンウォーカー。さあ始めよう、アレンウォーカー。イノセンス、こんな姿にしてしまってごめんな。イノセンス、こんな姿にしてしまってごめん。でも今度は負けない。負けない。もう一度僕と戦場に戻ってくれ。パッとこう左腕を天に掲げるとフワーンと霧が集合してまたイノセント復活するみたいな。いよいよですな。いよいよですな。見ている方も緊張します。どうすれば戻る。イノセンス発動。あ、そういうこと。そういうのでいいね。イノセンスの粒子が集まっていく。悪魔武器が復活する。左手の対悪魔武器がガシャンと。このゲームは一応アドベンチャーモードとバトル、あの RPG っぽい感じのがあるようでして。どういうことだ。そんな戻ったと思ったのに。戻ってないのか。体から離れてるとコントロールが難しいんでしょうか。とりあえずもう一度だ。はい、はい。また失敗だ。どうして武器に戻らないんだ。粒子に戻るペースが速くなってきている。こんなことで時間を食ってる暇はないのに。どうして。少し休め、ウォーカー。体力の問題かな。ウォーカー、ウォーカー。君はまだ自分のイノセンスをよく知れていないのではないか。はあ、なるほどね。僕がイノセンスを知れていない。だからイノセンスは君をまだ本物のだがオーナーとは今はのんびりとイノセンスを知っていく時間を認めていない。違うか。バク様、もしや。バク様、もしや。少し荒漁師だが、ウォーカー、君にはこれからフォーと戦ってもらう。フォー？え？フォーと戦う？フォーはこのアジア支部の守り神なのです。守り神？フォーが？なんだよ、文句あるのか？あ、でも。いきなり戦えって言われても。時間がないんだろう。イノセンスを知る近道は実践しかない。やってみるか、とりあえず。それにもしかしたら追い込むことで活路を見出せるかもしれない。わかりました、やらせていただきます。ぜひ一度追い込むことで。ただ俺右手しかない、右腕しかないけど。構わないだろう。大丈夫か。け、めんどくせえな。守り神、少し休憩したら特訓開始だ。オッケー、わかりやした。はい、多分なんやけど、セーブをしといた方がいいような気がするよね。そもそも俺のメモリーカードは生きてるんかっていうのもあるけどね。ちょっと失礼。休憩は医務室でやりゃいいのかな。疲れてはおられませんか、ウォーカー君。いえ、大丈夫です。大丈夫です。それより一刻も早くイノセンスを復活させないと。多分いちいちお前喋ってくんなみたいな言われてた。焦りは禁物
ですぞ。あっさりは禁物ですぞ。バク様とフォーに任せておけば心配はありません。わかりやしたよ。ちょっとしっかりね、ゆっくりしっかり休んで。あ、これで戻れないのか。そういうわけでも、そういうわけでも、え、私ウォーカーさんのことを応援してます。頑張ってイノセンスを取り戻してくださいね。ありがとうございますね。ありがとうございます。ん、これはどこで戦えちゃう。一刻も早く一刻も早くイノセンスを復活させないと。誰かと話せんのかな。ほうか、ほんとめんどくせえな。なんで私が小僧のお守りなんかしなきゃいけねえんだ。まあまあ、小僧、僕はアレン・ウォーカーです。僕はアレン・ウォーカーです。アレン・ウォーカー、失礼しました。すみません。お前なんか小僧で十分だ。いいか、バクのやつが頭下げるからしょうがなく相手してやるんだからな。準備できたんならさっさと始めるぞ。わかりました。わかりました。やりましょう。マジでやんねえと殺すから、そのつもりでな。バクと喋った方がよかったかもしれない。はい、戦闘はこの上から見た感じでやるような感じなんでしょうか。近めで。ウォーカー。ウォーカー。まず、お前に戦いの基本ってやつを叩き込んでやる。LP 2000。これが HP かな。ライフポイントか。このバトルでは基本的な操作やコマンドについて、バトル中の行動はキャラごとにコマンドを入力することで行います。敵に攻撃したり味方をかばったり行動次第でバトルの行方が決まります。まずは攻撃を選んで敵を攻撃してみましょう。くらえ、しっかり戦え、ウォーカー。しっかり戦え、ウォーカー。はいはい。いやいやいや、強い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 。6倍ぐらい。次はこのバトルの特徴でもある移動について説明します。バトル中の移動について、コマンドを入力する際 L1 ボタンで他のマスへ移動することができます。 L1 に敵に近いマスでは与えるダメージも受けるダメージも多くなりますが、遠いマスでは与えるダメージが少ない分受けるダメージも少なく済みます。このようにマスの位置によってダメージが異なるため、移動を効果的に行えばバトルを有利に進めることができるでしょう。でも移動したターンは攻撃できひんのかな。マスの位置によるダメージの違いは通常の攻撃のみ影響を受けます。ああ、通常攻撃のみね。各キャラが持つ特殊な技はマスの位置の影響を受けないので注意しましょう。ではもう一度敵を攻撃してみましょう。あ、移動からの攻撃もいけそうやな。よし。あざっす。あざっす。いやいや、強い強い強い。6倍弱。よし、ウォーカー。ここからが本番だ。いいか、本気でかかってこいよ。わかりました。全力で行かせていただきます。せやけど右手しかないからな。これだ。いやー、いつまでも逃げられやしないぜ、ウォーカー。イノセンスはどうした。イノセンス発動。その程度か。だったらさっさと逃げるんだな。出なきゃ死ぬぞ。どうすりゃいい、どうすりゃいい。ジャストパンチとかあんのかな。下がった方がいいとかあるのか。イノセンス来ねえ。イノセンスイノセンスを取り戻
来てくれ。一刻も早くみんなのところに帰るんだ。その頃修練場ではやめんなよ。そんなに戦いたいんでしょう。なんだか痛々しいです。アレン王国、自分の養い親を悪魔にしてしまった。それはそれだけじゃない。彼のイノセンス、マナというその養い親を殺してしまった。殺してしまった。なんという、なんという。なのに彼はイノセンスを復活させる、自分の意志で決めた。他にないんだ、彼の進む道は。イノセンスと共に生きていくしか。声の強弱をつけることでうまく表現されているようですね。うまくその時の感情をつがる。テープデータ6つもあるけど、そんな使うの？どうなるね。ん？ルート選択。ラビー。いや、ここは女性で行かせていただきます。女性こそ、俺の出番は。あれ、どこに行っちまったさ。あ、戻ってきた。いや、リナリーって分かるぞ俺。ラビー怪しい。よし、ティムのメモリーを再生してみよう。俺だってこれ25年はないか、20年ちょい。俺はそんぐらい前の漫画やもんね。25年は違うな。早くアレックを助けに行かなきゃ。20ちょっと前か。お待ちください、ディナリー様。あれ？なんでこんなとこに？あなたはアジア支部の。ウォンにございます。アレン・ウォーカーは我らが発見し、引き取らせていただきました。アレン君は無事なの？アレン君は無事なの？あなた方はクロス元帥を追って、今すぐ出航なさってください。アレン・ウォーカーとはここを中国でお別れです。お別れって。辛いと存じますがお察しください。ちょっと時が戻るみたいな感じかな。そんな。しかし私どもの船は。アニタ、昨夜の戦闘の被害で。マホちゃん、すぐの出航は不可能です。どうもさん、お願いします。マホじゃです。ということで本日は失礼しました。心配ご無用。似てはない。本部から新しいエクソシストがこちらに向かっております。どうぞ皆さん。この方さえ到着すれば、いつでも船は出航できます。はあ。お疲れのところを申し訳ございませんが、皆様方にお願いがあります。お願い？新
新しいエクソシストが到着するまでに先の戦いで集まった悪魔の残党を退治してほしいのです。ほう、オーケー、任せるさ。それでは私たちは船に戻ります。船員たちの怪我の手当てがありますので。ちょっと見た目とは裏腹のバックアップチームか。よろしくお願いします。はい、マホジャとか皆様もお気をつけて。ゴリゴリパワーかと思ったけど、まあ、兄たは分からんでもない。アレックな、リナリーな、リナリー、お前もティムのメモリーを見ただろう。お前もティムのメモリーを見ただろう。俺にしねえか。あれの左上、ね、はいはい。イノセンスを失ったんだ。失礼しました。あの時点であいつはもうエクソシストじゃ。ごめん、なんでもないさ。なんでもないさ。ででん、なに、ちょっとまあいろんな人と喋ってみっか。アレンのことが心配か、リナジュ。お主の気持ちもわかる。じゃが今はエクソシストとして自分がすべきことをよく考えるのじゃ。完全フルボイスやもんな。はい、すみません。はい、すみません。すまなかったわね。失礼しました。似てないわね、あまり。全然似てへんな。もう似せる気もなかったやろうけどね。リナリー、そう落ち込むことないである。リナリー、そう落ち込むことはないである。うん。うん。アレンが戻ってくるまで、私はリナリーを守ってみせるである。アレンが戻ってくるまで私がリナリーを守ってみせるである。ありがとうクローリー、頼りにしてるね。ウムなのである。任せるである。なんかあんま似てる感じだね。ウムである、任せるである。まあ見とるな。誰と話すかやが、まあ一回ずつ喋りゃいいでしょう。甲板、一回行ってみる。一回甲板に行ってみるである。船ボロボロになっちゃいましたね。船ボロボロになっちゃった。そうね、しゃべるか。元気出してね、リナリーちゃん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。ごめんなさい。エクソシスト様が落ち込んでいる時に励ましの言葉をかけるくらいしかできない。そんな言わんといてよ。本当サポーター失格ね。ああ、そんなこと中です。有田さんは何も悪くありません。その通り。私がもっと強ければ。リナリーちゃん、心機臭いわね。私がいなかったらいつもこうなのかしら。さっき魔法じゃとかそんぐらいの感じかと思ってたけど、ちょっと違うよな。我が主も以前は今のリナリー様のようにひどく暗い表情をしておられました。何有田さんが。クロス元帥の乗った船が沈んだと聞かされ、ひどく落ち込んでいたのでしょう。今の私もひどく落ち込んで。失礼しました。私はそんな主を見ても何一つしてあげることができなかった。私の姿もそれほどまでに落ち込んで見えるのかしら。大切なんですね、アニタさんのこと。はい、私は主のためならば死すら厭わぬ覚悟でございます。ほん、見上げるね、その根性。
どうするのかな。特にできることは全部縮まったような感じはするんだけど、一通り喋ってみてっていう感じ。アレック、どうか無事でいて。で、悪魔と戦わないかんということなんで、行くとこないな。ウォン、ラビ、ブックマン、クローリー。ラビ、喋ったか。ウォンと、ウォン、ん？リナリー。いやー、2回目喋った。一応セリフは用意されてる。リナリー、元気出せよ。ウォンかな。それじゃあ悪魔討伐、それじゃあ悪魔の討伐に行ってもらえますかな。リナリー様、そろそろ悪魔の残党退治についてお話しさせていただいてよろしいですかな。よろしいですかな。すみません、お願いします。すみません、お願いします。悪魔の残党退治とは。悪魔はここから少し先の郊外に逃げ込んだという報告が入っています。そのザッターを狩り尽くせばいいので、私たちが。郊外であるか。郊外、郊外であるか。近くの村に被害が出る前に駆除をお願いします。わかりました。私に任せて。はい、わかりました。私に任せなさい。違うな。いや、リナ城は船に残りなさい。いや、リナ城は船に残りなさい。え？え？かなり疲れが見える。かなり疲れが見える。でも足手まといだ。心配なさるな。代わりに私が行く。少しでも体を休めるといい。こう普段優しいけども、こうあえて、ね、厳しく言うことで、ボン、こう突き放して。はい、代わりにやられに行くみたいな。実は巨大な敵がそこにいるっていうのがね、分かってると。安心して待ってるさ。あのパンダマンは、ブックマンか。みんな行ってしまった。悪魔を倒し、それなのに私は。どうしたの。いや、アニータ、アニタさん、ちょっと敵っぽいけどな。なんなら休む時にはしっかり休まないと。いや、怪しいよな。見た目が綺麗すぎるよね。体はそんなに疲れてません。タッチがちょっとな。アレン君っていうエクソシストのことね。気になるわよね。悪魔を倒しに行かなくちゃいけない。あなたはアレン君のことが気になる。自分でも分かってるんです。気になるわよね。いらっしゃい、アレン君のこと。そんな、そういう感じだね。ねえ、リナリーちゃん。あら、アレン君ってどんな人なの。もしかしてこんな人かしら。パカッと開けた、こう閉じ込められてるみたいな。お腹かどうかわからへんけど、どっかの中に、ね、カゴでもいいや、持ってるカゴみたいなのがある。アレン君のこと。アレン君は優しくて、もう優しいだけじゃなくて心の強い人です。そうだったら、その心の強いアレン君を信じるの。信じる。信じる。必ず帰ってくるって。必ずまた会える。ありがとう、アニタさん。私、ラビたちの後を追いかけます。はい、ここで合流するわけで、ちょっと元気を取り戻したかなんかでね。変だな、どこにも悪魔がいない。確かにおかしいである。確かにおかしいである。俺たちが来たもんだから慌てて逃げちまったのかもな。俺たちが来たもんだから慌てて逃げちまったのかもな。バカモン、調子に乗るな。いや、悪魔にやられたのかと思って、後ろパッパッ。そうは言ってもさ。来たである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 。リナリー、どうしたである。リナ城、港に残っているように言ったはずだが。大丈夫です、私もみんなと一緒に戦います。
しい。行くぜ、リナリー。よっしゃ、よっしゃ、行くぜ、リナリー。失礼しました。なんか戦闘を歩き回って戦闘してレベル上げていくみたいな、そういう感じじゃなさそうやね。3人なんかこっちは。リナジオ、無理は禁物じゃぞ。レベル1悪魔。このバトルでは複数メンバーでの行動や特殊な技について説明します。メンバーの切り替えについて、バトルメンバーが2人以上いる場合、コマンド入力を行うメンバーを三角ボタンで切り替えることができます。あー、よし、いい感じだ。ありがとうございます。ありがとうございます。次にバトルメンバーの状況に応じて効果的なコマンドを。防御力が低い少ないメンバー。ラービーのコマンドでブックマンをかばってみましょう。いいね。何やってるさ、ジジイ。しま、ラビ。もう年なんだ。張り切りすぎんなよ。ラビが防御かなり強いってことか。うん、そうだ。うん、はい、そうだ。最後に複数メンバーの戦闘ならではの特殊な技について説明。協力技について。コマンド入力の時にこのメンバーが隣り合う。パスにいる場合、傘を持っているメンバー同士に限り協力技を使うことができます。協力技を使うと1人分の行動が不可となってしまいますが、1人分か、お得になるのか。じゃあではラビとブックマンを隣り合わせにして協力技を使用してみましょう。あー、なるほどね。ラビは前に出した方がいいかもしれない。倒せんね、なかなか。集中しろ。はいはい。もしくは前に出した方がいいのかもしれない。分かったさ。
回復のシステムがあるかも、なぜしな。攻撃が分散してしまってるんだ。やられる気配はないよね。普通の攻撃でちょっとなんとかピー、これ何ピーって書いてあるの、青いゲージ。前に出てどんぐらいの 1.4 倍ぐらいか、真ん中一倍としたら 1.4 倍。向こうから受けるダメージも結構、5から12倍になってるね。じゃ回復薬とかは下げてっていうのがいいかもしれんな。こっちにレベルとかそういうシステムあるんか、あんまりなさそうな感じはする。これで悪魔の残党は全部片付いたさ。どうした、リナ嬢。ティム・キャンピーが向こうに。行ってみるさ。ここは竹林のようである。竹林のようであるか。ティム、まあそんなこんなで40分、50分弱になるので、今回はこの辺でありがとうございました。お疲れ様でした。また次回もよろしくお願いします。